3、2、1、0。7月2日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。7月2日、今日はタコの日だそうです。ところでタコってなんだっけ、むっちゃついてる、それはタコ。わかった、三日坊主で陰口叩かれる、それはそれみたことか。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。職業志のご注文お問い合わせが増えてます。別注品も受けたまわります。法事ギフトはお任せください。実はおでんの大根と黒とろ昆布、むちゃくちゃ相性がいいって知ってますか。驚愕の味です。吟醸酒がバンバン進んじゃいます。お試しあれ。応援はええけど、もうおばあすはとうの昔におらへんで。